人参村ジュース人参村とは、岐阜県各務原市で栽培されている、各務原人参を使用した飲料。JA 岐阜が製造、販売している、人参村フルーツキャロットともいう。各務原市では、全国的に珍しく、人参を2さ作しており、各務原市農協が村おこしの特産品として開発されたのが、人参村である。各務原市推奨。 人参汁40%、うんしゅうみかんりんごレモンの果汁60%に加え、蜂蜜を加えることで飲みやすくしている。缶には人参やりんご、レモンなどが漫画風に描かれている。一缶あたり 180ml で冷やして飲むことが推奨されている。1988年に開催されたギフチューブ未来博に出品するために、 新しい特産品の要望が岐阜県や鏡ヶ原市から農協にあったのが開発のきっかけ。1987年の夏から開発が開始され、1988年1月に人参の含有率が異なる10種類の試作品が出来上がった。農協や鏡ヶ原市の職員が支援した結果、人参の含有率が40%になることに決定した。そして、 残りの60%についても、果汁の混合率を変えた試作品を3、4種類ほど作り、甘みや酸味が適当なものを選ばれた。1988年2月に販売開始。商品名は、一般公募で寄せられた504件の作品から選ばれた。作品の中には、外来語を使ったものが目立ったが、素朴な名前の方がかえって新鮮であるということで、人参村に決定。 最初の予定通りに岐阜中部未来博の会場で販売され、その後に岐阜県や鏡ヶ原市のイベントでも出品されている。子供から高齢者に至るまで幅広い年齢層に支持を得た。1988年度には70万本の販売実績があった。市内の鏡ヶ原第二工業団地内に鏡ヶ原工場を新設した大東乳業は資生堂や 札幌ビール、ハウス食品などの缶コーヒーやウーロン茶の製造を受託するほか、人参村の受託生産も行う。その後、人参村の生産は長野県の業者に委託された。岐阜かかみが原航空宇宙博物館が開館する1996年3月23日からは、博物館開館の PR を目的とした記念館を10万本限定で販売された。 この記念館には短距離離着陸実験機、アスカと博物館のイメージキャラクター、ブルルくんを描かれた。鏡ヶ原市内の JA 岐阜の支店や直売所及び、鏡ヶ原市内のスーパーマーケットや、近郊の市長の一部のスーパーマーケットで入手可能。ありがとうございます。